はい、皆さんこんにちは。博多阪急広報担当の岩崎と申します。ただいまこちらの会議室では、22年新春福袋、博多阪急限定の福袋の、企画ミーティングが行われておりますので、少し覗いてみましょう。ができるんですけど、まだ阪神がやるやつが決まってないみたいな話があって。そうですね、やっぱり2021年、今年結局やっぱり自粛の期間がすごく1年間の間でも長くて、まあ、こう結構進路を思いされた方いっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思いました。で、新春新年のお買い物ってやっぱりすごく幸せというか楽しいものだと思うんですけれども、まあ、そんなその瞬間の楽しい気持ちが1年間ずっと続いてくれたらいいなと、そういう思いで今回1年間、博多阪急の、美味しいグルメが届くというようなグルメサブスクスクールというのを考えました。そうですね、はい、博多阪急が得意とするというか、お客様にとても喜んでもらえるんじゃないかなと思います。人気の物産展、あと地下1階の、スイーツイベントから、バイヤー担当バイヤーの方が一生懸命考えてくれたおすすめのアイテムというのを、毎月お届けしたいと思ってます。はい、期待して待っておいてください。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。そうですね、ちょっと今何個か候補これかなというものがあるので、お客様の期待に応えれるようなとっておきの商品セレクトできるように頑張ります。よろしくお願いします。そうですね、この催し金沢かまのとについては、名家名品、あと地元のいろんな産物がありますので、その辺を、きっちり検討して、いいものをお客様に ご提供できるようにしたいと思っております。じゃあ米沢さん頑張ってください。はい、精一杯、頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。決まりましたか？決めました。おやはり2月の、駅弁とうまいもの大会に向けて、やはりこの一押しは駅弁ということで、駅弁をなんとかお客様に届けたいなという中で、やはりせっかくならばその会期中に、実際手に取って食べれるものをいち早くお届けしたいなという思いで今回セレクトしました。もう1年2年ぐらい前まではほとんどなかったと思うんですけど、コロナ禍でやはり旅行に皆さん行けない中で、駅弁業者さんもかなりやっぱり売り上げが下がったりとか、なかなか厳しいという中で、お客様にですね、来られなくてもじゃあ届けようということで、各社冷凍駅弁をこの1年ぐらいでかなり始めておりまして、その中でも今回は厳選した、冷凍駅弁になるんですけれども、それをお客様に届けたいなと思ってます。ちらし寿司から、お肉、海鮮とバランスよく選んだんですけど、個人的にはやっぱりお肉が好きなので、但馬牛の牛飯弁当は特に一押しです。若いですね冷凍駅弁渾身の、商品お届けしますので、会期を待ちながら、お家で楽しんでいただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、では米村さん、撮影が終わりました。代表作ですね。どれでしょう？きんつば。私はですね、思ってるのは日本一美味しいきんつばじゃないかなって、言うて、いつも、博多っていうか福岡の人たちにお土産で持ってくるんですけど、どの方々かからも、いや、美味しいって言われていて、私としては非常に、郷土が石川県金沢なんで、すごく誇りに思ってるっていうか、いい味の金唾、日本一の金唾だと私は思ってます。素晴らしいですね。で、その僕、もなかですか？もなかね。
これはね、まあ、お菓子って本当に言うていいかっていうのはあれなんですけど、まあ、お茶受けっていう意味では、これはね、あの、佃さんっていうのは、佃煮の佃さんなんですけど、そこが、こういう、まあ、もなかっていうか、と、くるみと合わせてっていう形で、作ってる。まあ、これもそういう意味で言ったら、あの、お茶受け、まあ、お茶に合う、ということで、ものですね。はい。まあ、この、ですね、ここのほうじ茶っていうか、まあ、こちらでは、棒茶って呼んでるんですけど、茶葉じゃなくって、茎をいって、お茶の茎をいって、作ってる、お茶。すごく香ばしくて、ね、私は本当に、実家に帰った時には、必ず買ってこちらで、飲んでます。へー。おいしい。はい、おいしい。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。どれもお二人の、思いがしっかりこもって、すごく素敵な商品だったなと思います。3月以降もですね、今担当バイヤーさんたちが、商品選定一生懸命してくださっているので、すごくその後も楽しみな商品が続くなと思います。はい、この動画をご覧いただいたもう今から、書店のですね、申し込み方法で申し込みいただきましたら、1月3日まで申し込み受け付けますので、ぜひ皆様ご参加いただけたらなと思います。はい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。